皆さん、こんにちは。森谷ドラムスクール講師、森谷亮太と申します。今回も、すぐに使えるおかず、第2弾としまして、今回、ルーディメンツの、ドラグというパターンを使って、それを、おかずに、8ビートのおかずにしていきたいと思います。ドラグ、ルーディメンツのドラグというのが、どんなのやったかというと、本音符、クリックに当てはまる、この、音の前にですね、2発の全打音が入るような、パターンでしたね、これがドラグというパターンなんですが、これを、実際にそのおかずとしてこう応用するときに、アップダウンの手順をちょっと使うと、すごくちょっとかっこよくなったりとかするんじゃないかということで、一度やってみると、右手の感覚としては、アップダウンの感じですね。この間に、ドラッグのこう2発。パターンとしては、タタタンなんですけど、それの一番最初にこう右手が入ってるような感じですかね。右、左、右。というような感じですね。で、一番最後のタタタ、タンがこうクリックに当てはまるような音になるので、それと一緒にこうつなげて、おかずのパターンにしてるような感じですかね。というような感じです。実際に8ビートに応用してみましょう。といったパターンです。今回もですね、手順に、このアップダウンの感覚ですね。アップダウンをしながら間に2発入れるという、感覚にこう慣れれば、この8ビートのこの感覚のまま、こうやりやすくなってくるのではないかということなので、手順に注意しながらというか、その体の動きに注意しながらやると、割とこう何も考えずにこうできるような、ニュアンスでできるようなパターンやとは思いますので、ぜひチャレンジをしてみてください。といった感じで終わります。さよなら。